ちは、ロースビーフチャンネル。今日はですね、こちらのフィカスアルテシマなんですけども、日陰に置いといたアルテシマと、日向に置いてたアルテシマと、ちょっと違うよっていうことと、あとはですね、仕立て直しってほどのものでもないですけど、こちらをお送りしたいと思います。同じフィカスアルテシマなんですが、ちょっともう見るからに形が違うですね。一方はこう、綺麗に葉っぱが旋回して、色も綺麗になっているんですけど、こんな感じですね。これちょっと新芽が出てきたんでまだ赤いんですが、だんだんこういう色になってきます。もう少し黄色みが強いですけどね。でこちらはですね、すごい暗いところに置いてたアルテシマなんですね。もうこんなひょろひょろに伸びてしまって、ここがもう間延びしちゃってるっていう。こっちと比べていただくと、節間がですね、節間がもうこんなに伸びちゃってるんで、あんまりよろしくない。これはどういうことかっていうと、いわゆる徒長という状態を起こしてまして、日照が足りないためにですね、こう間延びしちゃってるっていう状態で、観賞価値も著しく下がりますし、いわゆるその貧弱な植物になってしまっているので、こういう状態になってしまうと、すごく弱い。水もですね、普通にあげてるだけで根腐れをしてしまったりとか、すぐ枯れてしまう恐れもありますので、なるべくだったらこういう風な状態にならないように明るいところで管理をしていただきたいんですけども、室内の日の当たるところが難しい場合は、外の戸外の外の日の当たる場所に動かしちゃっても結構なので、真冬以外だったら全然外の方が調子よく育てますね。こちらアルテシマの方は実は外で管理をしていたので、しっかりとした色になってきてるんですけども、こっちはずっと暗いところに置いておいたっていう感じになりました。でもちょっと形がもともとあんまり良くなかったっていうのもあるんで、これはですね、どうするかっていうと、ちょっと剪定を行ってしまおうかなと思ってます。なので、切るところとして、ほとんど坊主にしちゃってるんですけど、ここの間延びしてるところっていうのは、もうちょっといただけないところなので、ここから切っちゃいますね。よく見ると、この下のところにこうボツッとなってる、ここ節間、ここが成長点になってますので、ここから新芽が出てきます。こっちにもありますね。なので、この上で切ろうと思います。はい。あとはそうですね。どっちにしろこう日光に当てると、焼けのして葉焼け状態になっちゃうので、あってもなくてもっていうところなんですが、ちょっとね、これは、みっともないので、坊主にしちゃった方がいいですかね。ここにも成長点がありますね。はい。で、だんだんこう、この辺からまた生えてくると思うんですが、そうですね。こちらでここの2つは残しても別に焼けちゃうんですけど、一応今回残しておきます。でこのまま日の当たる場所に置いておくと、大体1ヶ月から2ヶ月ぐらいで新しい葉っぱが芽吹いてくるので、そしたらね、この室内にまた取り込んでいただいて、今度は徒長しないようになるべく明るいところで管理していただけると、美しいまま管理ができると思いますので、こういった風にですね、観葉植物仕立て直しはそんなに難しくないので、できればちょっと状態が悪かったりとか、形が美しくないものに関してはバンバンハサミを入れて、新しい芽を吹かすようにしていただければいいんじゃないかと思いますので、ぜひやってみてください。